Globis.私からですね、最初15分お話したいと思います。で、研究者を大きくタイプ分けるとですね、最新が好きな人と最善が好きな人っているんですよ。で、最善が好きな人ってのはやっぱりこのエビデンスってことをよく言うし、あとよく怒ってますね。正しいことが実行されてないと。逆に最新が好きな人はですね、あんまり正しいことに取られてるとね、新しいことできないので、最新が好きな研究者の特徴ってのはよく面白いとか、怒るってよりもなんか興奮してます。で、今日はですね、ちょっとバランス取って、私がその最善の話をしたいと思います。で、ウェルビーング、幸せの最新の動向はですね、もう世界の矢野が控えておりますので、私からまあ、私個人の意見というものではなくて、まあ、良い組織とは何か、ということに関して、まあ、最善の知見ですね。どの研究者に聞いてもまあこう答えるよっていう、まあ、そうベースの話をしたいと思います。で、そこでウェルビーイングという話なんですけれども、まあ、まず初めにお伝えしておかないといけないのが、このウェルビーイングの反対にはウェルドゥーイングってのがあります。まあ、ビーイングとドゥーイングですね。で、ドゥーイングって何かっていう、ウェルドゥーイングですね。何かっていうと、ちゃんと目的を持って役割責任を果たしている状態っていうのがウェルドゥーイングですね。会社ではちゃんと金稼ぐとか、ね、しっかり人事するとか、これウェルドゥイングの状態があるんですけども、まあ、ここに関してはまあ皆さんよくやってらっしゃると思います。で、今日私がお話しするのはこっちのビーイングの方ですね。もう役割と責任を果たしてなくてもいいと。もうあなたがいるだけで OK なんだっていう、まあ、このウェルビーイングって話をしたいと思います。で、その話をするために、まず僕らがどうやって物事を考えるのかっていう話をしたいと思うんですが、ちょっと今日はこちらのですね、スクリーンを見ながら進めていきたいと思いますけども、まず私たちはですね、現象の発見っていうのをするんですね。例えばハッピーな人であるとか、生産性が高い組織であるとか、まあ、繁栄している社会っていうふうに、まず面白い現象を見つけてですね、こう見に行きますと。例えばウェルビーイングに関してすごい有名な研究があって、論文のタイトルがベリーハッピーピープルっていう、もうこれはもうハッピーな人じゃないんですよ。ベリーハッピーな人たちを見たんですね。で、この人たちの特徴は何だろうかと、収入が高いのかな、学歴高いのかな、いろいろ見たんですけども、もう唯一共通したのが、ベリーハッピーピープルには、もうすべからく良い友達がいたっていう、まあ、こういうことを僕らですね、一個一個発見していくわけですね。何やってるかっていうと、現象からモデルを僕らは作ります。で、このモデルっていうのは、最小の情報で最大を説明したものっていうふうに言われるんですね。もちろん人や組織に関する現象っていうのは、もうすべてを説明することなんて無理なんですよ。これは物理現象と違って、こう社会現象、人や社会に関する現象は、やっぱばらつきが大きすぎるので、最大を説明したいっていうふうに僕らは考えます。で、その際に、最小の情報っていうのがポイントで、例えば良い組織を作るために1000個要因が見つかりましたって言われても困るわけですよ。もう多くて3つ、できれば1個です。もうその1個の情報要因で、ね、良い組織のをなるべく多く説明したいっていうのがまあ僕らのまあ欲望ですね。で、モデルができるとですね、今度はモデルに当てはまらない現象を見に行きます。で、そこからさらにまたこうモデルに戻してっていう、こういうモデルと現象を行ったり来たりするっていうのが、まあ僕ら研究者のやり方です。で、じゃあそのモデルってどういうふうに表現されるかっていうと、まあまずは組織にとっていいこと、社員が健康であるとか、生産性高いとか、ね、クリエイティビティが高いとか、人間関係いいとか、まあいろんないいことがありますよね。これに対して、まあ〇〇っていう要因で説明したわけですよ。でもちろんその要因の中はさらにいろんな構成要素があってもいいんですけども、要因を見つけて、じゃあその要因を動かすために個人、マネージャー、そして組織レベルで何をしたらいいのかと、で、まあ、こういうモデルを僕らは作りたいわけですね。で、重要になるのが真ん中の要因なんですよ。例えばそので、この良い要因の特徴っていうのがあって、まず一つが測定可能であること。
そして2つ目が操作可能。どういうことかっていう、例えば性格って測定できるんですけども、性格を操作する、変えるってのはもうえらい難しいわけですね。だから変えられない要因を見つけてもしょうがないわけで、測定可能で、まあ変更可能で、3つ目がポイントなんですけども、広範囲な影響力を持つ要因。例えば、健康だけに効く要因を聞いてもしょうがないわけですよ。東洋医学におけるこう、ツボをつくようにですね、そのツボをつくと、健康にも効くし、生産性にも効くしっていう、こういう波及効果を持った要因を見つけたいっていうのが、まあ僕らの、モチベーションですね。で、ここからも結論をどんどん言っていきたいと思うんですけども、結論から言うと、ウェルビーイングっていう要因が、組織にいろんないいことをもう波及効果のように引き起こすってことが分かってきました。で、このウェルビーイングっていうのは、この後で詳しく説明しますけども、評価と体験っていう2つの要素からなります。で、これちょっと一見うんと思うと思うんですけども、まあ、どういうことか詳しく説明します。でこれに対して、まあ、個人レベル、マネージャーレベル、そして組織レベルで何したらいいのかっていう話ですね。で、まあ、ウェルビーイングってのは、まあ、平たく言うと良い状態っていうことなんですけども、20世紀の心理学の知見を総動員して、結局何が分かったかっていうと、評価と体験は違うっていうことなんですね。で、これどういうことかっていうと、例えば、一日楽しくデートしたとしましょう。で、昼からすごい楽しくデートをしましたと。で、楽しい楽しい楽しいって言って、体験としては非常に楽しかった。でも、別れ際の3分間で大喧嘩すると、そのデートは最悪だったと評価されるんですね。体験としてはずっと良かったのに、評価は、例えば最後の経験ですごい決まるっていう、この評価と体験が違うっていう話なんですね。で、この評価ってどうやってじゃあ測定するかっていうと、こういうはしごみたいなものを使います。最高の職場を10点。最低の職場を10点。あ、0点ですね。で、これは人によって基準が違うので、もうその人個人個人の基準でいいです。あなたの基準に従って、最高の職場は10点、最低の職場は0点としたときに、今の職場は何点ですかっていう聞き方をするんですね。ちなみに、この質問一つで、社員の離職率がものすごい説明できます。だから今、いろんな項目をね、こう、エンゲージメントだ、モチベーションだっていろんな項目聞いてますけど、まあ、この質問一つ聞けば OK です。で、大事なのはこのはしごを上に高めることなんですけども、さっき言った通り、その評価ってやっぱ最後の経験ですごい決まるんですね。で、一番やっちゃいけないのが、一日の仕事の終わりに、トゥードゥを振り返ってもらうことなんですよ。というのは、現代の仕事において、トゥードゥが終わることはないんですね。だとすると、一日の終わりにトゥードゥを振り返ると、あ、今日も終わんなかったなと。自分はなんて無能なんだっていう、もう残念な気持ちしか残らないですよ。で、朝からいろんないい体験があったとしても、一日の最後にトゥードゥ振り返っちゃったら、もうそれは台無しです。じゃあ何したらいいか。一日の終わりに何を振り返るといいかっていう研究をしている人がいるんですね。これハーバードビジネススクールの先生たちなんですけども、これ結論から言うとトゥーフィールの振り返りがいいと。つまりどういうことかっていうと、何を感じたかですね。今日一日で何が印象に残っただろうかっていう、この印象の振り返りをするといいと。でこれ不思議なもんで、測るだけダイエットってあるじゃないですか。あれ体重測るだけで自然と痩せていくっていうやつなんですけども、あれ測る中で、多分ね、自分の体重をいろいろ測る中で、意識的無意識的にやっぱ行動を調整するんですね。だから痩せていくんですよ。で、それと同じ理屈で、今日一日の印象を振り返る。で、それが最悪かもしれないし、最高かもしれないし、普通かもしれない。これ何でもいいんですよ。
何でもよくて、とにかく印象を振り返ってるだけで自然と評価を良くしようっていう力が働いていくっていうのを発見されてるんですね。だから一日の朝はトゥードゥを見直すっていうのはいいんですけども、一日終えるときはこのトゥーフィールですね、今日何が印象残ったかなっていう振り返りがいいと。でそういうことを書いてある本がですね、このマネージャーの最も大切な仕事っていう本に、まあ、そういうことが書いてあるですね。このテレサ・アマビール先生っていうのがあの HBS の先生ですけれども、この本あの読まなくていいです。一言で言うと、一日の終わりに印象を振り返りましょうって書いてあるんで、あのもうそれだけです。あのもうよっぽど興味あったら読んでください。いい本です。まあでもそういうことですね。で、体験に関しては、グローバルで、この5つがポジティブ体験、この5つがネガティブ体験として、まあ、要は日中、そうですね、その、よく眠れてるとか、敬意を持って接されてるとか、まあね、仕事中よく笑ったとか、これポジティブ体験が多い方がいいし、当然ネガティブは少ない方がいいですね。肩こり、腰痛とか体の痛みが少ないとか、ね、ストレスもね、まあ、適度にあった方がいいんですけども、少ない方がいいとか。で、これ10個あると多すぎるんですよ。多すぎるので、私調べました。特にその、ホワイトカラー中心に調べたんですけども、日本のホワイトカラー1万人対象に、この10個の体験の中で、健康とか生産性に効く重要な体験は何かと調べたら、この2つでしたね。職場で敬意を持って接された感覚があるか。そして、仕事中に、まあ、これはその、どちらかというと雑談の中でよく笑うかっていうことなんですけども、この2つがすごい大事だったんですね。日本人の場合は。で、これ整理すると、まあ、要はこういうことなんですよ。職場の評価が高くて、仕事中よく笑ってて、なんか敬意持って接された感覚があったら、もう OK です、その組織は。OK。でも、もし僕に何かこう、どんな質問聞いたらいいですかって聞かれたら、もうこの3つでいいですと言います。で、評価を高めるためには、まあ、個人レベルで1日の終え方ですね。多分どこの会社でも1日の仕事の終え方を習ってるところ、あんまり、小室さんとかね、もしかしたらやられてると思うんですけども、1日の終え方が大事なんですよ。で、笑うっていうのはやっぱ雑談なんですね。この雑談の中でも、ひそひそ話とか噂話とか、なんかそういう雑談が多い会社と、まあ、よく笑ってる、ワイワイガヤガヤっていう会社に分かれるんですけども、だから雑談を増やすっていうのは、もう実はこれ工場労働の時代から大事だって言われてたんですね。一見無駄を削って、その雑談を削って、ビシッと作業させた方がいい工場労働の時代から、むしろ雑談を増やした方が生産性も上がるし健康にもいいと。で、最後。この、じゃあ、敬意を持って扱われたかっていう感覚ですね。これがどうやったらできるのかっていう話をして終えたいと思うんですが、こういう研究をしているのがですね、このポール・ザック先生っていう、神経経済学、脳科学×経済学みたいな先生なんですね。で、この人っていうのは、その組織の文化と脳科学みたいなのを組み合わせて、すごい面白い先生で、どうやってやってるかっていうと、職場の会議の始まる前と終わった後で、その脳の中にどういう変化が起きてるのかって見るためには、血抜くのが一番早いんですよ。血抜いて血液中に、例えばいろんなホルモンがどう出てるのかっていうのを調べてる先生なんですね。だから別名ドラキュラ経済学って言われてて、会社行って血抜いたり、結婚式の始まる前と終わった後、新郎新婦と参加者一同血抜いたりするんですよ。めちゃくちゃ面白い先生なんですね。で、この先生は発見したことがあって、これめちゃくちゃ面白いんですけど、成果を上げる国とか組織にはこの文化があるって見つけたんですよ。で、もちろん、
成果を上げるためには100も1000も1万も大事な要因があるんですね。いろんな要因が大事です。でそういった要因をいろいろコントロールした上でもこの文化を持ってると持ってる国や組織は成果が高いと。それが信頼の文化なんですね。まさに G1 っていうのはこの信頼の文化があるところだと思うんですけれども、ちょっと信用と信頼の違いを説明させてください。信用っていうのは相手に対する理性的な判断で、まあ、要はお前ちゃんとやんのやんないのってことなんですよ。ちゃんとやったら信用されると。で信頼っていうのは相手との感情的な結びつき。信頼関係って言うけど信用関係ってあんまり言わないですよね。信頼関係は相互のものなんですよ。で、まあ親が子に対する態度に近いですかね。別に成果を上げなくてもあなたを支えるよっていう態度ですかね。で、よくその信頼は気づくのは大変だけど崩れるのは一瞬っていうんですけども、僕あれちょっと間違ってると思ってて、気づくのが大変で崩れるのが一瞬なのは信用の方なんですよ。信頼は崩れないです。もう最初から支えるって決めてるから。もうたとえ我が子が刑務所に行こうが何しようが支えるのがこう母親じゃないですか。信頼。ちなみに信用と信頼以外に信仰ってのもあるんですよ。もう盲目的にも言うこと全部聞きますみたいな。で、この真ん中の信頼が大事だっていう話なんですけども、じゃあこの信頼を作るっていう上でものすごい研究されるのがスポーツチームです。っていうのはスポーツチームってのは分かりやすいんですよ。まず結果が出るのが早いっていうことと、毎年毎年いろんな人が入れ替わる中でどうやって信頼を作っていくのか。ね、この ロボッツにも関係するかもしれないですけども。で、このマンチェスターユナイテッドとか、サッカーで言うと、例えばニュージーランドのオールブラックスとか、上昇軍団って言われる人たちがいるんですね。でそういうところにはすべからく信頼の文化があると。で、例えばこれマンチェスターユナイテッド。この、右側の方がね、ファーガソン監督っていう、まあ、もう辞められましたけど有名な監督で、ファーガソン監督、おそらく世界中のサッカー監督の中で彼しかしない行動があるんですよ。それが選手がゴールを決めた時です。普通の監督はゴールを決めた選手を抱きしめに行くんですよ。お前よくやったなと。でもファーガソン監督はチームがゴールした時に最初に抱きしめるのが隣に映ってる用具係のおじさんなんですよ。でこれなんでかっていうと、これチームに対するメッセージですよ。今その蹴ってシュート入れたその靴、その靴を毎回ピカピカに磨いてくれてるのはこの用具係のおじさんだからなっていう、結局できた人だけを褒めていくとその信用の文化になっちゃうんですよ。できる人を褒められ、できない人はこう褒められないだと信用の文化できていくんですね。信頼の文化を作ろうと思うと、こう一番このなんですかね、縁の下の力持ちを企業が調子いい時に真っ先に褒めた方がいいんですよ。これ別に表彰を否定してるわけじゃないです。表彰はあってもちろんいいんですけれども、信頼を作ろうと思うとやっぱこういうファーガソン監督みたいな行動が必要になるんですね。でこれで終わりたいと思いますが、信頼を生む3つのポイントっていうのがあります。これもさっき の先生がですね、ドラキュラ経済学の先生が、ポールザック先生が見つけたポイントなんですけども、すごい簡単に言うと、まあ、ワンオンワンなり、こう、普段の会話の中で、スタッフメンバーに対して、この3つのことを聞いたらいいっていうことなんですね。ちょっともじってますけども、まあ、全部仕事で日々の仕事で学びや変化はありますかって聞き方なんですよ。これ人間って不思議なもんで、ずっと好成績を収めてても学びや変化がないと飽きちゃうんですよ。やっぱ変化を好む生き物なんですね、人っていうのは。だから聞くのは成果を出してますか、トゥードゥーリストこなしてますかじゃなくて、日々の仕事で学びや変化はありますかっていう聞き方
をすると、まあ、信頼が育まれていくと。これ別に、ね、なくてもいいんですよ、学びや変化が。気にかけてくれてるんだなっていうのが信頼を作っていくと。で、二つ目が、あなたの人生は前に向かって進んでますかっていう聞き方ですね。まあ、志の方。で、三つ目が、まあ、あなたやご家族は、まあ、幸せにやってますかっていうことなんですけども、これ、こういうことを部下に聞くためには、まず自分自身がこれ自己開示しなきゃダメですね。自分が開示しないと向こうも言ってくれないですから。で、これ全然順調じゃなくてもいいんですよ。こういうことを聞き合って気にかけ合うっていうのが結果として信頼を生むと。ちなみに、これどれぐらいの頻度でやったらいいのかっていう研究もあります。一番上は1週間に1回ぐらいがちょうどいいと言われてます。毎日だとうざいです。もうやめてくれと。一週間に一回ぐらいがちょうどいいみたいですね。で、二番目は半年に一回ぐらいがいいみたいです。まあ、人生ってそんなすぐに前に進んでいかないですから。半年に一回ぐらいがちょうどいいと。三番目はこれは毎日やってもいいという、まあ、これギャラップ社っていうところがいろいろ調査したんですけども、まあ、そういうことになってますと。ということでですね、まあ、こういう感じですね。良い組織の枠組みっていうのは、まあ、要は一日の終え方とか、雑談ができるようなマネージャーのこの雰囲気作りとか、組織全体として、まあ、信用ももちろん大事なんですけども、信頼をやっぱりベースに置くという、まあ、これが結果としてウェルビーイングを高め、まあ、評価や体験を高め、いろんないいことにつながってきますよっていうのが、これが今の組織行動論というか、の、最善の知見ですと。で、皆さんお手元の資料に、僕が書かせてもらったハーバードビジネスレビューに書かせてもらった記事があるんですけども、もうまさにこのことがそのままもう少し詳しく書いてあるので、もしご興味あればご覧ください。とりあえず僕からは以上で、ここからは最新の話ですね。世界の矢野に、まあ、こう言われてちょっと登場しづらいかもしれないですけど、世界の矢野に登場いただきたいと思います。私はこの日立にいるんですが、多分こういう肩書き持ってる人は珍しいと思うんですが、ハピネスプロジェクトリーダーっていう、社長プロジェクトをやってまして、まあ実はこういうテクノロジーを使って、人を幸せにするっていうような研究、この15年ぐらいいろいろやってきてるということで、で、どういう発想かっていうと、まあもともとドラッカーなんかもそういうことを言ってるんですが、この従来、いわゆるテーラー以来、この業務を標準化してこう横展開すると。で、こういうことで生産性がまあ、100年のうちに50倍上がったと。しかし需要はまあもう非常に多様になって日々変化し、同じ人でも明日になると違うものを欲しがっていると、こういうような時代にこの標準化っていう考え方っていうのは、まあ必ずしも万能じゃないどころか、むしろ妨げになっているところもあると。で、この仕事っていう観点でも全くこの通り で、こういう時代にこの労働が効果的になるためにはですね、実験と学習やってみるっていうことが必要だっていうことです。これはあらゆる層で、なんか本社の頭いい人だけが実験やってて、現場はとにかくそのルールやマニュアルを守るだけと。こういうことをやると、まさに階級闘争が起きるよっていうのが、まあ、ドラッカーがもう30年前ぐらいに言った話で。それを、あらゆる人が常に実験と学習をやる権利と、その結果に責任を持つと。こういうためにはですね、この変化の方向っていうのは、まあ、経営方針っていう形で会社は大体持ってます。しかし、組織的にきちっとその自律的に動けるか、一人一人が前向きにポジティブに心のエネルギーを持ってるかって、こういうことが大変大事になってるわけです。ただこういうことって、やっぱりなかなか、これまで測れなかったと。で、こういう人間ということに着目する動きはいろんなところに出てます。この有名なユバル・ハラリさんなんかはですね、このホモデウスという本で、人類の二大アジェンダの一個が、この幸せの追求になると。で、こんなに物質的に豊かになっても、うつ病は増えてるし、自殺者は多いし、何かこの世の中が進んでる方向が本来あるべき姿からこうずれてんじゃないか。こういう疑いを持つ人がどんどんこれから増えますよと言ってるわけです。で、実際、例えば、イェール大学が2年前にこの幸せ、ハピネスの講義を作った。ハピネスとウェルビーイングのですね。そうしましたら、全学生の4分の1がたった5日間で1200名登録してしまったと。こういう前代未聞なことが起きてるわけです。
こんなに豊かになっても若い人が私はどうやったら幸せになるんだろう、こういうことに非常に感度が上がってるということです。でこれまでしかしなかなかこの幸せのような抽象的なもの、あるいは心の中にあるもの、こういうものって、こうサイエンスになかなかなりにくかった。これを一生懸命なんとかサイエンスにしようっていうのがまさに心理学の方でやってるんですが、今の時代このテクノロジーを使ってもっともっと客観的科学的に、取り組めるんじゃないかと、まあ、こんな妄想を私ども、まあ、15年前ぐらいに、思い始めまして、でちょうどその少し前ぐらいからですね、アメリカで先ほども出てましたけど、セリグマンという人を中心にポジティブサイコロジー、すなわち、まあ、それまでノイローゼとかうつ病とかこういうことをばっかり研究してた心理学者たちがですね、もっと前向きに普通の人がもっともっと幸せになるっていうことは科学的にどういうことなんだ、あるいはどうやったらなれるんだ、まさに先ほど石川さんからあったようにですね、そういうことを、心理学者が非常にこう一生懸命研究するようになってきたわけです。でいろいろまさにこう広範囲な影響力を持つこの幸せ、ウェルビーイングというようなことが、この病気や離婚、給料、それからまあ生産性受注、それからそういう人が多い会社は一株当たりの利益が 18% も平均で高いと、こういうようなデータや論文がどんどん定量的に出るようになって、で同時に我々こういうまあ様々なテクノロジー、ここにあるようなウェアラブルセンサー、あるいはスマホを使ってもっともっと科学的に取りたいということを始めたわけです。で大変いいことにですね、ずっとつけれるようなテクノロジーをができる時代になってきました。我々もその先頭を走ってやってきたつもりなんですけども、で2006年にですね、24時間、人間を測れるようになりまして、こういう腕時計型、穴札型のセンサー で私が最初の実験台になりまして、2006年の3月16日にこの左腕にこのセンサーを付け始めまして、以来ですね、13年以上にわたって私の左腕の動きは全てコンピューターに記録されているということで、これが2009年の私っていう絵になってまして、24時間、1月から12月もですね、で赤いところは活発に動いているところ、青いところは止まっているところということで、だいたい夜中は寝てるんでこう青い帯状になってますが、まあ、この辺ちょっと生活が乱れてますけど、こっち側で動いててこっち側で寝てるっていうのはこれ海外出張ですと、このくらいシフトしてるのはこれアメリカの西海岸、実はサンフランシスコに行ってました。この日なんか一日中そう状態のように朝の4時ぐらいまで動き続けてますが、これ家を新築して引っ越した日で、一日中段ボール箱と格闘してる様子が記録に残ってますと。でこれ最近10年の私っていうことをグラフィックス絵で示したもので、まあこれだけでも1時間ぐらい語れるんですけれど、2011年の3月11日電車が全部止まってたので国分寺の研究所からですね、夜に3時間ぐらいこう動き続けてるパターンが見えますけど、これ日野市の家まで歩いて帰った。そして一遍ピッて切れてるのは国立のあたりまで革靴背広で歩いてましたら、たまたま一軒居酒屋が開いてましてですね、ビール一杯飲んでもう一回元気出して歩き始めたと、ようなことであったりですね、例えばここにちょっと急にちょっと早起きになって朝に1時間ぐらいなんか活発に動いてるパターンが一月ぐらいだけ続いてポッと止まってますけど、これ実は犬を飼い始めまして、シェパードを、ちょっと犬の散歩を始めて、で年末までブリーダーにちょっと預けて訓練してもらって、で最近はもうずっとこういう生活をしているということでありまして、これ4人の方々のうちの人生、この例えばこの B さん、朝の5時で定規で来たようにピシッとこう起きられていると、でよくよく見るとこう串状になってますが、これ週末は寝だめしているというですね。このボコッと引っ込んでるのこれ多分夏休みですね。でこの C さん、この日々柔軟な人生を選択しているようでありながら、通勤と昼休みと退勤は誰よりも規則正しいという方であると。この D さんの朝の非常にこうバタバタした活発なパターン、この通勤なんかを含めて。で、よくよく見ると縦に2筋線が見えると。おそらくこの方、毎日2回電車を乗り換えていると。すなわち、取ってるのは腕の動きっていうゴミのようなデータですが、一個一個は。これ集めてパターンを見ていくと、元のデータとは全然違う意味が出てくるっていうことに、我々13年前に割と世界に先駆けて気づき始めまして。で、もしそういうことだったらですね、こういうデータの背後に、その人が幸せであるとか、モチベーションが高いですとか、生産性が高い、こういうようなパターンも、ある種の隠れたパターンとして、
存在してるんじゃないかっていうことを、考え始めまして。で、以来ですね、いろんな会社、病院、学校等で人間を、大量に取りまして、もう多分1000万日超えるデータが溜まってると思うんですが、今日この時もですね、ミリセカンドレベルで、いろんな会社のデータを取ってるんですけれども、最大の問題はですね、いやいや、そうは言っても矢野さんと。幸せって一人一人もう捉え方も定義も違うし、文化が違えばもう全然意味も違うし、そういうものって数値にならないんじゃないですかと、まあこういうことなんですね。まあ先ほど石川さんの話もありましたけど、いろんな定義はあります。ただこういうところにですね、着目する。要するに幸せ度が上がった時下がった時って人間はどんな体験をするのか、評価じゃなくて。実は幸せ度が下がるとですね、気分が当然晴れなくなりますね。目の前の仕事に集中できなくなります。で、いろんなプラスマイナスが起きるとですね、なんかどうせうまくいかないんじゃないか、こういう悲観的になってきまして、美味しいものも美味しく感じられなくなって、夜はよく寝れなくなると。で、逆にハッピーになるとですね、気分が晴れ晴れして、目の前の仕事に集中没頭熱中できて、様々なことが起きても、まあなんとかなるわ。まあこういうふうに楽観的に考えられるようになって、美味しいものを美味しく食べれて、夜は よく寝ると。で、こういう体験の変化、これは非常にこう人によって一貫しているということでありまして、で、実はこれが我々の体の動きに出ているということを我々見つけたわけです。これ468名の方々に20問の質問をしましたと。今週幸せだった日が何日くらいありましたかと。孤独だった日、悲しかった日、楽しかった日、こういう幸せに明らかに関係する20個の項目に0から3の4段階で答えていただくと。一番ハッピーな人は3点かける20問なんで60点が満点と。この数字をですね、職場ごとに平均しますと、活性化してハッピーな職場は高い点数が、そうでないと低い点数になると。で、この人たちみんな胸にですね、このセンサー、体の動きのセンサーをつけていただいて、で、体の動きのある微妙な特徴を横軸に取りますと、非常に綺麗に直線になると。で、相関係数 0.94 もあるんだったら、いちいちアンケートなんか取らなくても、ここの職場がこの体の動きによって、ハッピーな職場かそうでないかわかるということになるわけです。で、これはですね、よく動くか動かないかっていうようなことではなくてですね、皆さんのようにお座りになってても人間ってはずっとじっとしてることは決してないんですね。私からよく見えますけど、時々こうピッと動いたり止まったり動いたり止まったりしてます。で、こういうパターンの中に幸せな人たちっていうのは、一遍動き出してから止まるまでの時間が状況に応じて短かったり長かったり中ぐらいだったり、状況に応じて変動していると、柔軟に。で、逆に言うと、アンハッピーな人たちって、一遍動き出してから止まるまでの長さが、いろいろ状況が変わっても、ちょっとも柔軟に変化しないと。で、ここを見ると、この人たちが幸せかどうかが分かると。いうことなんです。で、じゃあその、非常にこう柔軟性を持った体の動き、行動をしている人が、個人として幸せなのかなと。私、大変期待したわけですね。私、個人の幸せが測りたかったので。ところがですね、そういう、相関はどこ見ても一切ないんです。あんなに集団レベルで見ると相関があるのに、個人レベルでは全くないと。これは何なんだと。で、よくよくデータを見てみると、そういう柔軟な行動、体の動きをしている人が対面している相手、会議とか立ち話とか、その人は幸せな人が多いと。で、かつその対面しているときに、体の動きがこうシンクロ、すなわち同期をしていて、あと発言権も一方通行じゃなくて、双方向になっていることが多いと。で、この発言権が、双方向だったり、体の動きがシンクロしているっていうのは、まさに先ほども出てました、信頼や共感の身体的な表現として非常によく知られている表現で。で、だから何を言いたいかと、先ほどの行動の柔軟な人っていうのは、周りの人を幸せにするということが分かってきたわけです。いやいや、私は本当はその人が幸せかどうかは知りたかったんで、周りの人が幸せかどうかはあんまりそうどうでもよかったんだけどなと一瞬思ったんですが、いやいや、待てよと。私は自分が幸せかどうかは、まあ別に誰かに教えてもらわなくても大体分かってると。人を幸せにできてるかどうかは、これは意外に本人も分かってないと。ポストイットっていうのは強力な接着剤作ろうとして何回も着脱できる、ものを見出したように、あ、こっちの方が本当は大事なんじゃないかと、そんな風に考え始めたわけです。すなわち人、周りを幸せにしている行動、これは計測できると。数値になると。で、そういう行動が、多いと、職場は幸せになるということなんです。で、これ大変面白いです。先ほどの、このデータっていうのは、職場ごとの幸せの総量は、なんと
幸せな人がどれだけいるかじゃなくて、まあまあ、そうなんですけど、このデータが示しているのは、集団の幸せの総量は、周りの人を幸せにしている行動の総量に等しい、比例すると。人は一人じゃ幸せになれないっていうことなんです。実は。こういう非常に精密な計測をしてみると。いうことで、当然、まあ、この周りを幸せにしている人、あるいは幸せな職場っていうのは生産性も高いと。で、コールセンター、店舗、開発プロと一貫してですね、生産性が高いと。コールセンターはこういうヘッドセットつけて知らない人に電話かけて、1時間あたり何件注文が取れるかっていうのを評価されると、まあ、こういう職場ですが、ちょっとしたことでその幸せの度合いがすごく違うと。例えば休み時間に周りの人と雑談してるかとかですね、そういうことがものすごく効いていて、幸せ度も、業績も非常に大きく変動していると。で、このポジティブサイコロジーの中でですね、いろいろ幸せのオリジンっていうのはいろいろ研究されてきまして、実は残念ながら、このまあ 50% はちょっと行き過ぎだろうっていう、最近の議論になってるんですが、遺伝や幼児体験、この大人になってから変わらない成分がかなりあるということなんですね。で、これは硬くて変わらないところ。で、逆に、ボーナス上がるとか、なんかいいポジションもらうとか、その外から与えられるものっていうのは、宝くじもそうです。あまり効かないと。なぜかっていうと、その瞬間は、ものすごい勢いで上がるんですけど、あっという間に元のベースラインに戻っちゃうんですね。だから、ふにゃふにゃしてて、持続的に変えられないと。で、この中間に、訓練や体験によって変えられる。で、しかも、そんな大げさなことやらずに、今日のちょっとした行動や習慣、で、この中でも一番効果的なのは、周りの人を幸せにするっていう行動がものすごい効果的だっていうことが分かってきてると。で、こんな実験もありますと、2万8000人、一つ期間ですね、あるアプリを入れてもらって、今どんな気分ですかって、今どんなことやってますか、今いまいちですって答えた人が、それから数時間によって増えたのは、散歩や気晴らし。今いい気分ですと、今いいムードですと。ポジティブな時に、それが数時間に分かって増えた行動。めんどくさくても、しんどくても、大事なことをやることが多くなってる。大事なことって、ちょっと工夫したり、挑戦したり、頭下げたりするかどうかで、結果がこんなに違うから大事なんです。で、これにあえて工夫したり挑戦するためには、我々に精神的なエネルギーが必要だっていうことです。個人の中に。だからそういうものっていうのを、もっともっとさらに科学的にこの20年の間に研究されてます。これ心の資本って言われてます。4つの要因でできていて、これはみんな訓練や体験によって変えられると。自分で自分の道を見つけられると。で、そこに行動を起こせると。で、もちろんうまくいかないこともあります。その時にそこに逃げないで立ち向かえると。で、このプラスマイナスいろいろ起きますが、これにポジティブなストーリーを自分で作れると。で、この4つ、ホープ、エフィカシー、レジリエンス、オプティミズムの、頭文字を取って、ヒーロー、ウィズインということで大変語呂もいいんですけれども、これが業績、人間関係、生産性、いや、離職。まあ、こういうのにみんな、関係してると。これ全部ひっくり返してみますとですね、自分で道を見つからなくて、もう自信なくて行動できなくて、何かあると立ち止まって行動できなくなると。いつもネガティブなストーリーばっかり考えてると。こういう人が、業績出せないですよね。当然のことなんです。で、よくよく考えると、こういう持続的な幸せの要因っていうのは、まさに、なんか非常にもう、私から見るとなんか、子供の頃よく見てた巨人の星とかですね、ああいうので、昭和的な、なせばなるっていうようなことが実は科学的にデータを取ってみるとものすごく持続的な幸せの根幹にあるっていうことが分かってきたと。で、もう時間ですね。我々ですね、どうやって改善するか、テクノロジー使って。こういうこともいろいろやってきました。例えば、データからですね、こういうことを多くすると幸せになりますよと。これ、いろんなアドバイスというか、サジェッションが出せます。これはあるコールセンターで、スーパーバイザーという人が誰に声かけするかサポートするかで皆さんの幸せ度がものすごく変わると受注率も。で、じゃあ今日はこの人に優先して声かけした方がデータはいいって言ってますよと。で、こういうアドバイスを出すようにしたところですね。で、全く同じ業務やってた2つのセンターの片っぽだけに丸1年使っていただいたところ1年の平均受注率がなんと 27% も差がついてしまった。あるいはですね、こうスマートフォンに朝にですね、今日こんなことをやると周りの人を幸せにできそうですよ。こういうアドバイスを出すことができまして、これ、日立の法人営業600人26部署に丸4ヶ月ぐらい使っていただいたところ、アプリのサジェッションをよりよく見てる人、
ほど翌月の周りを幸せにする数値が上がっていると。でそういう人たちほどそうでないチームに比べて翌クォーターの受注達成率が 27% もやっぱり高いと。でコールセンターも日立の法人営業もやっぱりコンシステントにこの 27%、 だいたいこれ3割ぐらい変わるっていうのは、まあ、あの学術研究もいろいろ出てまして、で我々これを最初にこの法人会社っていうのもより良くしようっていうところに使うアプリっていうのをまあ開発をしてまして、これハピネスプラネット、まあ、先ほどちょっと言いましたが経営方針に沿ってポジティブで自動実的な組織を作ると。これ3つ揃えて結構大変です。2つは結構簡単なんですね。例えば現場はすごい活性化してると、でも経営方針とは合ってないと、こういうの抵抗勢力ですよね。この3つを合わせる実はテクノロジー結構威力を発揮すると。で先ほどのウェアラブセンサー使わなくても今のスマホの中には体の動きを測るセンサーがもう入ってるので、アプリをダウンロードするだけでそういうことできますよということで、いろんなこの1年半実証実験をやってきまして、まあ今日も実はやってるんですが、例えば去年の9月にやったの実証実験は100の組織から1600名が175のチームを作って、その職場対抗の周りを幸せにする度合いの、運動会というのをやりました。まあこの数値が見える化、このアプリ上にできるのに加えてですね、アプリは朝になると今日どんなことに挑戦して周りの人を幸せにしますかと、こういうようなリマインダーを出してきました。でもうすでに7000個を超えるメニューがありまして、そこから自分1個聞いたやつを、選んでもいいし自分で作ってもいいんですが、このちょっとしたこと、例えばこのいつも話せない人ととにかく一言話してみると、こんなちっちゃなことでも自分のアテンションをそこに1個当てると、この習慣を毎日の中にたった30秒でもいいんで入れるだけでものすごく変わるっていうことが出てまして、で先ほどのヒーローの数値全部 HERO 全部上がってまして、大変いいことにこの心の資本の数字っていうのは企業業績との換算式がもう結構割と学術的に確立されてまして、これ 10% の利益向上に相当する心のエネルギーが高まってると。で1回だけだと自信がなかったので、この2月に全然違う会社 4つの会社を集めてやったところやっぱりコンシステントに上がってると、営業利益も、まあ、数パーセントか 10% ぐらい上がってるということで、まあ、心を上げるというのは大変大事ですよと。でますますこのマズローの6段階の下の方は脅かされることが、まあ、もちろんゼロじゃないんですが、より上の方が大事になってくる、価値になってくると、こういうことをですね、やりたいということで、実はうちの社長にですね、そういう、まあ、事業を始めたいということで、この今先ほどのハピネスプロジェクトっていうのをやってまして、このハピネスを科学し幸せな社会を作ると、で周りを幸せにするっていうことを数値化できて、それは自分が幸せになるための最も近道でもあり生産性とも直結すると。でプラットフォームはもうスマホという10億人以上の人が持ってるんでアプリをダウンロードすればできるとということでですね、さまざまな産業がハピネス&ウェルビーイング産業がですねいっぱいこれから起きると思ってます。そこのプラットフォームのコストを下げればですね、さまざまな分野でこのハピネスウェルビーイング産業を日本から世界に、発信したいなと、ああいうような思いでやってますということで、この100年ぐらいですね、この多様な人間の方が一律な標準化されたルールとかプロセスに合わせるこういう世の中を作っていました。いよいよ多様な皆さん一人一人がですね、その置かれた場所で置かれた強みを発揮して自らの花を咲かせると、こういう組織を作りたいということでやってますということであります。以上。ありがとうございました。むちゃくちゃ面白かったなというふうに本当思うわけですが、ハピネスを科学するということによって個人の生産性も組織の生産性も上がっていくということで、これをしっかりと理解することによって受注率が 27% 上がるということで、売上が 30% 上がるということなんで、これはまさにね、うちの投資家教育も来てますが、しっかりとこれをやってもらって売上を伸ばしていただきたいなと、今日何社か投資家も来ていますがということですが、最初いくつかですね聞いた中で少し聞いてみたいなと思うことは聞いた上で会場皆さんに振っていきたいと思いますが、まずですね、冒頭に石川さんがおっしゃったその組織の部分、組織レベルは個人レベル、マネージャーレベル、そして組織レベルって話が分けてあったんですが、その部分説明なかったんで、どういう個人とそれからマネージャーと組織でやることは違ってくるっていうことなんですか、その部分については。
本当単純にどのレイヤーの人が取り組むのかっていうので、まあ、本当に従業員一人一人がやるのが個人レベルで、マネージャー陣が頑張らない、例えば雑談しちゃいけないって言われてるチームもあるんですよ。それはマネージャーがそんな暇があったら仕事せえっていう、だからそのマネージャーの許可によって雰囲気作りによってできる施策もありますし、あるいはその経営陣ですよね、組織というか経営陣が意思決定してやることっていう、まあ、ちょっとレイヤーによってちょっと分けてるっていうことですかね。わかりました、うん、それから矢野さんの方でこうちょっと興味本位で聞いてみたかったのが、エール大学で4分の1の学生がハッピネスの講座を受けたと、これ何を教えてるんですかね、このハッピネスのエール大学の講座っていうのは。主にまあ今日の石川さんのような話が多いですが、まあ、要するにポジティブサイコロジーでこの20年ぐらいの間に培われてきたさまざまな知見を大体教えてるということが多いですね。あと最近は東洋哲学も結構、東洋哲学におけるハピネスとはっていうので、もうそのみんなアメリカの学生が結構疲れてるのが、唯一無二のオリジナルな自分になれっていうのに疲れてるみたいなんですよ。だからまあそういうそのね、そのなんですか、変わらない子というか永遠不変の子なんて別にどうでもいいじゃないかっていう、このなんですか、東洋哲学的な考えが非常な癒しになってると。なるほど。だからマイケル・サンデルのジャスティスみたいな感じで、これハピネスに関して、まあ、いろんなこう考え方がありますよって言ったまでみんなで議論しながら進めていくような感じなんでしょうかね。そんな感じですね、うん、すごい面白そうですね。であとちょっと聞いてみたかったことが、その山田さんの方でそのハピネスの要因が 50% が遺伝と、これどういうことなんですかね。やっぱり 50% ってこと、半分が遺伝でしまうこと、それが一番大きな要因になってしまうということなんですか。どういうことなんですか。そうですね、まあ、我々もこの生物としての実験の DNA としての実験の中に入っていると。でこの DNA の中にその人が幸せになりやすいものとそうでない要因っていうのが、まあ、あるっていうことが、まあ、主に双子研究ですね、一卵性双生児の、のな、まあ、双子、まあ、同じ一卵性の双生児の中で、生まれた直後から違う家で育ったようなケースがあって、でこういうのは非常にこの、後天的な要因と先天的な要因をきれいに分離する、ようなことができる、ので、でそういうことが、まあ、いろいろ先ほどのような 50% もうちょっと少ないっていうことを最近よく言われてますけど、ちょっと補足すると、まあ世の中にはご機嫌な人と不機嫌な人がいて、でご機嫌な人のお子さんはご機嫌なことが多いという、まあ、そういうことなんです。ご機嫌遺伝子っていうのがあって、ご機嫌遺伝子みたいな、そういったご機嫌遺伝子が多くあればそれは幸せになるということですね、はい、基本的に。そうですね、はい、そのうち医学的にそのご機嫌遺伝子的なもの、あるいはご機嫌因子というものを注入することによって幸せな人になっていくということ、はい、っていう可能性はありますね。で、まあ、それいいかどうかは別に、もう一個のが面白いのが、不機嫌な遺伝子持ってても幼少期にめちゃめちゃこう褒められたり、こういい経験を錯綜すると、不機嫌遺伝子なんだけどご機嫌遺伝子の人以上にご機嫌になるってのが知られてるんですよ。だから幼少期超大事っていう、これ不思議なことなんですけどもね。幼少期、じゃあ幼少期何が一番いいんですかね。一番いいことはそうやって褒めるっていうのよく言われますけど、はいはい、他には2つか3つ言うとすると、もう一個あるのがお母さんのストレスが少ないことですね。これはものすごい大事ですね。日本でも研究出てますけど、やっぱりお母さんのストレスを下げると、そのためには旦那が頑張るともうこれにつきますね。ただ半分って言っても、うん、半分は生まれてから変えられるってことです、はい、あるいは大人になってから変えられるってことなんで、それを半分しか変えられないと思うのか、半分も変えられると思うのか、これまさにご機嫌遺伝子持ってるかどうかでだいぶ捉え方が変わってきますけど。そうですね、はい、あと聞いてみたかったことをもう一つが、ヒーローモデルがあると、ホープ、エフィカシー、それからレジリエンス、オプティミズムと、この4つの中でホープは希望を持つという、もう姿勢ですよね。自分で自分の見つかられるっていうその能力のことを言ってますね。でこれは訓練で、そうですね、ええ、自信を持って行動する、これはそれセルフコンフィデンスっていうことですよね、はい、4番目のその楽観的なっていうのは、はい、これは楽観的な、これも姿勢だと、3つ目だけちょっと次元が違う、なんかレジリエンスっていう、はい、困難に立ち向かうことをするっていう、はい、これちょっとそのどういう感じ、これはまたただまあ、他と違うのはこう困難という外部から与えられる、まあ、人生って必ず上がったり下がったりありますよね、当然。でそのマイナスに触れた時にどう対処するかっていう時のさまざまな、これは実は割とこう難しい体験をしたりするとそういう能力って高まることもよく知られてまして、
で、実はそういうことを、ある種のシミュレーションをあのワークショップとか訓練でやるとそういうことが高まるっていうようなことを、要するに変えられるんですね。実はその困難な状況においてどういう心持ちでその立ち向かったらいいかっていう、強靭さですよね、よくあの僕らは言葉でアドバーシティコンティエントという逆境に対してどうやって対応できるかっていう、そういった能力っていう感じで考えてる、そういうことですね。わかりました。大体僕は聞きたいことをほとんど聞いたんですが、前回も聞いたんです。皆さんの中でこういったことを聞いてみたいとかあればどんどんお願いしたいなと思いますが、じゃあ山田さん。それぞれにお伺いしたいんですけど、まず石川さんに、さっきあの1日の印象を振り返るだけで、まあ、その自助努力というか よくしようみたいなバイアスが加わるみたいなところがあったんですけど、なぜですかっていうのが、まあ、その組織があるのか個人がそれを備っているのかというのを聞きたいのと、あと柳さんに教えていただきたいのは、具体的にあの、周りの人を幸せにする行動って何ですかっていう、あの例えばさっきいつも話せない人と話す時間を取るみたいな、これ迷惑な人もいると思ってて、なんか具体的にどういうのが人を幸せにする行動なのかっていうのを教えていただきたい。メカニズムはね、正直まだ分かってないんですよ。ただその、まあ、僕もともとダイエットの研究してて、そのダイエットするのに一番有効なテクニックがセルフモニタリングって言って、この体重をとにかくモニタリングすると。で、なんでそれをモニタリングしてるだけでその痩せていくのかっていう、実はこのメカニズムも分かってないんですね。ただテクニックとして有効であることは分かってると。で、世の中には結構そういうのいっぱいあって、メカニズムは不明なんだけど、まあ、とにかくこれしたら効果がありそうだっていうのが分かっていると、まあ、そこは、まあ、まあこれからの研究を待つんだと思うんですけど、またちょっとやってみたら分かると思います。一日の終わりに印象に残ったことを振り返ってみる。そう、これは人によって全く違う答えがなんですね。まあ、置かれてる状況も性格もまさにいろいろな多種多様なので、こうやれば万人が必ず周りの人を幸せにできるっていうのは、まあ、これはないと思うんです。で、状況に応じても先ほどのようにちょっとおせっかいだなとかいう場合もあるんで、その空気を読まなきゃいけない場合もありますし、まあもちろんあの単純にはですね、周りに親切にするとか、ちょっとした気遣いをするとか、こういうことは大変いろいろ心理学実験でも効果が高いと。で、実はその相手はもちろん幸せになるかもしれませんが、実はそうでないその本人、まさに情けは人のためならずっていうようなことはまあ、その心理学実験でもいっぱい検証されてまして、ただ実際の日常の業務の中で見ると、それぞれ置かれている状況ってのはすごく千差万別なので、それはいろいろあるでしょうということで、我々のアプリの中では、それぞれがいろんなメニューの中から選んで、実際それを選んだ日に、それを選んでなかった別の日に比べて上がってるか下がってるかっていうのは自動で体の動きがレーティングされるような仕組みになってるんですね。で、それを集団レベルで集めていくと、この、まあ、アクション、これチャレンジって我々呼んでますけど、このチャレンジは、まあ、万人に結構みんな5点満点が割と出るようなものもあれば、ある人にはすごく効果があるけども、まあ割とそうでない人も割といるようなものもあればっていうのは、みんなそのチャレンジごとにその統計分布が出ているので、で我々はそういう一つのプラットフォームとして、そういうことをみんなで見つけていこうっていうプラットフォームを、まあ、作りたいなっていうことで、ああいう、ハピネスプラネットのアプリを作っているという状況です。じゃあ、野江さん、いきましょうか。はい。いつもありがとうございます。皆さんちょっと気になると思うので、テレワークとかリモートワーク、最近働き方改革っていう中で多くの会社が取り組んでいます。で、うちのスタンスはですね、北欧での実験だと週2日までだったら生産性上がるけど、1日でも3日以降でもダメだみたいな話もあったりとか、あとアレン曲線ってその距離とコミュニケーション量を反比例するみたいなのがあるので、あんまり推奨してないんですね。来れる人は来てください、その方がコミュニケーションも活発で生産性も上がるよねっていうふうに言ってるのが一つです。もう一個は、雑談いいよっていうお話があったんで、1日のうちに決まった時間30分とかね、50分とか、はい、今から雑談タイムですみたいなのを設けようかなって僕ずっと思ってたんですよ。で、それやった方がなんか信頼度とか笑いが増えて、結果的にアウトカム 10% 以上出るんだったら、なんかその方が幸福度も上がって生産性も上がっていいじゃんって思ってるんですけど、それどう思いますかっていう簡単な質問2つです。はいはい、どうしますか。
そうですね、ちょっとそのテレワークの話ちょっとしたいと思うんですけど、これにはのっ、あ、すみません、今日持ってきてないですね。ですね、じゃあそのテレワークはどういう時に一番適してるかっていうと、複雑で難しい課題をする時は一人の方が適してます。だからテレワークが適してるんですね。ただ簡単なルーティンワーク的なものはみんながいる場でやった方がはかどるんですよ、というのが知られてます。だからそのどういう作業をやるかによって結構分けた方がいいなってのは思いますね。でもう一個その雑談なんですけど、さあ今から雑談ですっていうのは雑談じゃないですね。全然もうなんかもう仕事レストラン仕事な気がします。はいはい、喋んないっていうありますよね。だからすごいいいのはそのやっぱタバコ部屋なんですよね。タバコ部屋っていうオフィス業界におけるイノベーションがあったんですよ。たまたま分煙化って流れが進んで、なぜかあそこでは役職とか立場を超えてまさにビーイングですよね。一人の人間同士としてこう、うちの娘がさあとか、なんか いろんな話が出るんですよ。で、僕はその、なんですかね、どうやったらタバコ部屋みたいな空間がタバコを使わずにできるかっていう研究をして、分かったのが、一つは、リラックスルーム作ってもダメってことです。人来ないです。やっぱ人は習慣の生き物だから来ない。どうしたらいいかっていうと、動線のクロスポイントにちょっとしたこういう空間を作っておくんですよ。もう絶対そこ通るよね。動線のクロスポイントに置くといいのが飲み物と駄菓子。駄菓子安いからいいんですよ。あと駄菓子は記憶をいろいろ呼び覚ますんですね。だからいろんな駄菓子を置いて、こう飲み物、コーヒーとか飲み放題にしとくと、もう雑談が自然と起こりますね。一番簡単なのはそれかなと思います。なんかもし、まずちょっとテレワークの方で言うと、まあ、もちろん石川さんの答えにありましたように、その業務の中身に非常によりますよね、もともとが。で、いわゆる割と知識労働に近いような話っていうのは、我々も共同研究をしたサンディ・ペントラントっていう人がディスカバー&インテグレートっていう、まあ、モデルというか、まあ、考え方を提唱してまして、これは蜂の生態に学んだ、蜂っていうのは一個一個、そう、 BB、 あれっていうのは一個一個はもちろん人間に比べればですね、その知能レベルっていうかは複雑性は非常に低いわけですけども、集団としてものすごく知的な振る舞いをしてるわけですね。餌を見つけてきたり、であれは一人一人がそのまさにディスカバーの時にはディスパッチしていろんなものを見つけてくる。それはあんまりこう逆に言うと他の人にとらわれずに見つけに行く。でそれを必ずインテグレート、みんなが集まってそれを共有する場を持っていると。でこの両方をちゃんと合わせ持つっていうことが、まあ、この知的労働の生産性と非常に関係あるっていうことで、そういうことをきちっと、まあ、コントロールできるようにしようっていう考えで、私も、まあ、非常にここは非常に大事なポイントかなと思いますね。そのディスカバーとインテグレート、でどっちが大事じゃなくて、そのこれが両方が合わせ持つっていうことが大事だということですね。それから雑談はですね、雑談ももう我々も結構いろいろやってまして、まあ、先ほどちょっと出てきたコールセンターなんかもですね、例えばもともとバラバラに取ってたオペレーターの方たち の休憩時間をあえて、まあ、今まであえてバラバラに取ってたんですね、一緒に休まないように。それを同じ時間にある程度休めるようにして、チームごとに、チームごとに、しかも4人1組で、でさらにそれで、これはバンクオブアメリカでやった実験なんですが、これで生産性が非常に上がったと。でかつですね、あと我々日本でやったケースだと、さらにそれの時に今まで バラバラ年代もバラバラだったのを同じ年代の人を4人1組で取らせるようにしたところですね、これも非常に効果があったんですね。でちょっと対象実験であえて結構 年が上の男性と
若手の女性社員3人を一緒に休み時間を取らせるっていう、実験をやったところですね、その、まあ、生産性がだいたい想像できるように、生産性もですね、ハピネスもガクッと下がったっていう、実験が出まして、だからまあ、一緒に取ればいい。ちゃんと。男性の生産性上がって、女性の生産性上がって。シニア男性だけ。というようなことで、あと別のところで言いますとですね、雑談と非常に関係あるんですが、この顔の広さっていうのが、ありますよね。でこれはちょっと私の方にもちょっと書いたんですけど、あるこれもコールセンターです。コールセンターで難しい問い合わせに答えるときにどういう人がより短い時間で答えを見つけているかっていう、実験をやってまして、そしたらですね、顔の広い人が、そういう難しい問題に対して回答を早く見つけられるのかなと思ったんですが、そういう相関これも一切なかったんですね。ところが自分から2ステップ先、知り合いの知り合いまで含めたときに何人とつながってるかっていうのが多い人は生産、難しい問題に対して生産性が高いということで、あ、これは2ステップまでぐらいこう情報っていうのは伝播してるんで、その伝播がすごくこのより難しい問題に対してはインパクトがあると。で、これは実は私本で書いたんですが、それから後になってちょっと反省したことがあって、よく考えてみると、その生産性の高い人っていうのは、その真ん中に顔の広い人とつながってる人ってことなんですよ。だから2ステップ先で、いろんな人とつながってる。だからこの人はバレーボールのセッターみたいな役をしてて、自分は業績良くないんですが、実は業績いい人のアタッカーを作ってると。で、まさに縁の下の力持ちみたいな人が、そのコールセンターみたいな、業務の中にもちゃんといるっていうようなことは、データをちゃんと見るとちゃんと出てくるわけですね。すごいセッターですね。だからこういうことってやっぱりこう一人一人をこう個人ごとに見て、ベスト、ハイパフォーマー、ローハパフォーマーみたいな、こういう見方だと出てこないので、やっぱりこう、まあ、計測の力ってそういうところに出てくるなと思ってます。寺田さん、まあ、本当にまさにお話聞いてて、非常に共感といいますか、まさにその通りだなと思うんですけど、まあ、一方でその組織を運営していく中でですね、これ究極的に論理を突き詰めると、そしたらばネガティブな人は去ってもらった方がいいとか、取らない方がいいとか、ポジティブな人だけ取ればいいっていう議論にもなりかねないと思うんですね。で、まあもちろん組織だからそういうわけにはいかずに、また結局2、8になるのかもしれないんですけど、一言だけ、ネガティブを、の人ってそんなに僕は変われないと思うんです。そんなに。ネガティブをポジティブに変える方法ってありますか？それだけ一言お願いします。いいですか？先ほど話の中で言ったヒーローっていう、サイコロジカルキャピタルっていうのは、あれは HER 全ての項目が訓練によって変えられるっていうことが、これ実証研究されてるんですね。だから性格っていうようなことは、まあ、パーソナリティとかビッグファイブっていうようなことで心理学の方では、計測できるんですが、こういうのはこれはなかなか変わらないんです。しかし変えられる部分もあるということです。でまさに先ほどのヒーローみたいなものは変えられるんですよ。だからそういうことは大いに変えるべきだなと思って、だからネガティブポジティブっていうのを、いわゆる例えば、まあ、性格で言うと外交的内向的で、こういうのってのはそう簡単に変わらないです。しかし内向的であっても先ほどのヒーローの数字っていうのは高められるってことです。バンバン行きましょうか。じゃあ2問まとめて聞いちゃおうか。井上さんとそれから田中さん。うち花屋なんで、まあ、いつも花の意義だとか、あと最近の室内緑化をよくやってるんですけど、もうここ見ても分かるように、本当こうオフィスっていうともう直線とまん丸なんですよね。そのパイプもまん丸だし、マイクもまん丸、テーブルまん丸、ボトルもまん丸、時計もまん丸、本当今の都会っていうのはもうまん丸と直線だらけなんですよね。で直線はストレスかけなきゃできないし、まん丸って内側からプレッシャーかけた時にできるわけじゃないですか。僕はやっぱりそういった意味で今の都会の人のこうハッピネスとか考えると、常にやっぱこう有機的なラインだったり色だったり陰影だったりっていうのを考えた時に、やっぱもっと緑とか花が贅沢品としてではなくて、まあ、人間の本能に僕は訴えかけてくるものってなきゃいけないと思ってるんですけど、なかなかこれがこの
いろんなトップの人を説得するには、じゃあそのエビデンスあんのかっていう答えになるんです。なかなかこれを出しにくいところがあるんですけど、だったらこういったことをやると、あの非常にそのハッピネスとつながるっていうような、なんか探し出す方法ありますでしょうかね。じゃあちょっと稲垣さんに聞いてみましょう。ちょっと違う質問なんですけど、なんか共有していただけるような失敗例、やっちゃった系ので、あの幸せ、あのコミュニケーションとか上司部下のコミュニケーション、ワンオンワンっていうのを今うちもやろうとしてて、それをまず各組織で標準化してやろうとしてるっていうところで、なんかちょっとやばいかなって思ってるんですけど、やっぱ適用をこう間違えちゃうと、なんか間違えるんだろうなって思ってて、あのもし矢野さんがこういろいろいろんな企業さんとあの展開されてる中で、ちょっとこういうボタンの掛け違いみたいなのがあれば、べからず臭みたいなのがあればちょっと教えていただければと思います。じゃあ井上さんの質問からどちらかいきます。どなたか、どっちか。ああ、じゃあどうなんですかね。いや、僕も全くその通りだと思いますね。やっぱこの都市空間、都市という人工空間は人間にとって極めて不自然ですよね。特にこの人ってこの直角が嫌いなんですよあのすごい分かります。ちょっと建築の話だと長くなるんで、ちょっとで、ただエビデンスはね、もうかなり出てます。グリーンがどれぐらい、例えば緑視率って言って、視界の中にどれだけ緑が入っているといいだとか、あるいはその視覚的なものだけでなくて、やっぱその実際に森の中に入った時で、なんで森が気持ちいいのかって、いろんな研究があったんですけども、フィトンチッドっていう匂いだなのかとか、結論としては揺らぎだってふうになってるんですね。その例えば光ってずっと一定ですよね。でも森の中歩くと、木の葉の間から光がこうキラ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 揺れますよね。あの揺らぎがこう人間にとって心地よい自然なものなんだとか、あの どういう緑が良くて効果的で、どういう緑がすごくそんなに効果的じゃないのかっていうのもいろいろ出てるので、なんかもしよければ後でいくらでもそれはお力になれたらなと思いますが、ただ僕あの問題しかすごい分かります。もう都市空間は不自然すぎるっていうのはすごい。都市空間が生産的な場でもあることはないんですか。ただ揺らぎとかがありすぎちゃうと、なんかいろんな集中して作業できないとか、あのそういうことはなかったりとか、ただ、まあ、さっきの話のように場合によって違ってくるっていうのも結構あるんじゃないかなって気がしていて、そうです。例えばその例えば都市でいうと、東京でいうと皇居っていうのを中心にこの山手線がこうぐるーって走るで、山手線からこう私鉄がわーって出てるんですけども、山手線から私鉄で2駅ぐらい行ったところに一番クリエイターが集まってるんですよ。でここはちょうどその山手線っていうそのパブリックの場とで、外側がすごいプライベートな住んでる場所で、パブリックとプライベートが交差する下北沢三軒茶屋とか、あの辺ですね。ここはすごいその揺らぎがいろいろあるで、こういうところにクリエイターは集まるんですよね。だからクリエイティブな仕事とかまた違うんでしょうね、はいはい、違います、はい、違うと思います。はい、じゃあこの前の、はい、あのもうちょっとつけると、あの石川さんに呼んでいただいた、あの京都でのシンポジウムでもありましたけど、ネイチャーコネクティブネスっていうようなことを研究している人がいて、自然と一体感、あるいは自分が幸せの一部であると感じているか。そうですね、自分は幸せの、ね、自然の一部であるとっていう感覚、こういう感覚を持ってるかどうかっていうのが非常にそのウェルビーイングと関係してるっていう、これ学校も学術研究もたくさん発表されてまして、だからもうらガタガタ言う人がいたら、もう森とか自然の中連れてきゃいいんですよどうだって言ってですよね。ああ、なるほどなるほどね、なるほどね。それはありますあります。あとあの先ほどのまあ、これはそう単純な答えはないんですが、まあ、よくある間違いは非常にアウトプットを、求めるというか、実際じゃあそれやった結果どんな行動が変わったんだ、業績がどうなったんだっていう、ようなことを非常に短絡的に求めてしまうと、結構ダメな場合が結構多いんじゃないかなと思います。特に、まあ、先ほどの雑談の例でも、我々やったいろんな実験でも、ほんのちょっとアテンションを、要するに注意の向けどころを人間って変えるだけで、要するに、まあ先ほど石川さんの話もありますけど、人間って1日100
100いろんなことを経験したとしても1個でもネガティブになってアテンションがそこに向かってたらもう100個いいこと99個のいいことは全部忘れてネガティブな日になっちゃうわけですね。だからそれをどこにアテンションを向けるかっていうのは結構これは訓練と意志とその幸せになる能力の問題 でこれも上司と部下の関係もどこにアテンションを向けるかあるいは部下がどういうことにアテンションを向けるかっていうことにまずは非常にが大事 でその結果もう行動したのかとかってそういうような議論になしないっていうことだと思うんですね。クイックに補足するとその記事にも書かせてもらったんですけど、ヤフーがワンオンワン始めて、はい、今川辺社長がやっぱ最大の学びだったとおっしゃってたのが終わり方ですね。ワンオンワンの終わり方に彼は川辺さんは今日のワンオンワンで何が印象に残ったって聞くようにする人なんですよ。そうすると返ってくる答えが大体もうずっこけるような答えばっかりらしいですね。お前そこが印象残ったのみたいな全然こっちの思惑と違うと。まあでも そういうのを一つ一つ学んでったっていうふうに川辺さんおっしゃってて、だから終わり方ですね。終わり方の時に何が印象に残ったってこう聞くっていう、ここだけ統一するとか。なるほどね、うん、他どなたか番目いきましょうか、はい、じゃあワンダさん、はい、全ての人が幸せになるっていうのがすごく難しいと思ってまして、例えば私どもの会社はネイルというものを通してお客様にささやかな幸せを提供するっていうのが理念なんですね。で、すごく、まあ、素敵なサービスを行えばお客様はすごく喜んで帰られるんですけど、じゃあスタッフは本当に幸せなのかっていうと、まあ、難しいお客様もいれば、ね、いろんな方に対応するっていうことで、本当にこうなんか幸せってゼロサムになってるんじゃないかとか、なんかその辺はどう思われますか。私は基本的に、まあ、先ほどのデータがすごく示しているのは、周りを幸せにする人の総量が幸せの総量を非常によく表しているっていうことで、だからそういう人を増やすっていう社会活動をあれ組織の中でもいいんですけど、をするっていうことは大変いいことだし、逆にそういう手段を取らないといけないなというふうに、思ってます。だからゼロサムではないですね。で、周りの人を幸せにするようなこと、あるいは周りに気遣いをしたりし、まさに共感を信頼を作るようなことをやる人が増えればトータルは増えるんですね。でも基本的に先ほどのレジリエンスの議論がありましたように、人生山あり谷あり、これを否定することはできないし、否定する必要もないし、やっぱりこれは前提として考えたときに、それでも前向きに進める自分、あるいは社員、従業員、こういうものを作るっていう前提、もうなんかいつもなんか天国にいるみたいな、いつも笑っててスマイルみたいな、そういうことって私はないと思ってまして、データとかいろいろポジティブサイコロジーとかポジティブオーガニゼーションビヘビアなんかの研究で言ってるのもそういうことだと思ってます。なんかすごい苦労が苦労というか真剣に考えられてるんだなっていうのはすごい伝わってきて、先ほど体験とね評価が違うって話したんですけど、全ての従業員が幸せな体験をするって多分難しいと思うんですよ。難しいお客様もいらっしゃると。ただ面白いのが、同じように辛い体験をしてるのに幸せだって評価する多分方いらっしゃると思うんですよ。で、僕らはそういう人たちの特徴を見に行くんですね。例えば僕が最近やった研究で、製造業で働いている派遣労働者、まあ、だいたい年収200万とか、ね、150万か200万ぐらいの、もう幸せ度激低いんですよ、みんな。で、給料が低いことにも怒ってるし、もう何より一番怒ってるのが、その給料を得るための仕事がつまらなすぎるって怒ってるんですよ。で、ただ調査すると同じ体験をしているのに、自分はすごい幸せだ、単純作業もありがたいと、毎日学びがあるっていう人がいるんですよ。これ不思議なこと で僕らはそういう人たちの特徴を捉えて、あ、こういうちょっとした矢野さんがおっしゃるちょっとした工夫で同じ体験でも幸せって感じられるんだなっていう、だからこう一回測定してみて、同じ体験なのに違った評価をされている従業員の秘密を探るっていうのが、まあ、僕はよくやりますね、そういうこと。よくこう幸せとかね、うん、感情とかって伝播するっていうじゃないですか、はい、ということは、はい、幸せな人がいれば周りを幸せにするからゼロサムではなくて、うん、
逆に不幸せな人がいるとすごくその不幸せ感というのがこう伝播してきて、ああします、ね、はい、なんか不幸な気持ちになったりとかするじゃないですか、うんうんうん、ああいうのはなんかそういう今回話が出てなかったんですか、そういう幸せの伝播ってなんか科学的なんか言われてるんですか、それと言われてないんですかね。めちゃくちゃ言われてますそういろんな実験で確かめられてますね。幸せとかネガティブとか肥満もそうなんですけど、これってなんか感染症だって最近言われるなって、こう例えば僕が太ると友達の例えば山さんが太るとかお前が太ったし俺も太ったじゃないかって、そうっていう、まあだから人はネットワークの中で生きてるので、もう本当森さんおっしゃる通りですね、あの伝染してきます。まあ、クリスタキスっていう人があのフレミンガムっていうところで、非常に過去何十年っていうデータを掘り起こしてそういう定量データを取ってまして、確か3ステップ先ぐらいまで、幸せも不幸も伝播していく、先ほどの喫煙だとか、うつだとか、そういうのも伝播していくと、まあ、こういうことがあの幸せ、あの知られてます。ニコラス・クリスタキス先生って人がつながりっていう日本語で出てるんですけど、なんか巨大なこう幸せのこうなんか元気玉で幸せ玉もなんか持ってる人がいて、そういう人の周りに行けば全員が幸せになっていく、そういうことってあるわけですね基本的には。堀さんじゃないですか。いやいやそうするとその人を採用すれば結構周りがみんな幸せになっていくとか、そういう感じになっていくのかなとか勝手に思ったりとかしてます。それはやっぱありますね。本当なんですか。いやどうなんですか、その、まあ、やっぱりこうなんですかね、その表情、一番簡単な電波の方法っていうのがあって、ダンスなんですよ。踊りとダンス、踊りとダン、人間ってなんか不思議なんですけど、揃ったダンス歌いながらみんなで同じ動きをしてるとこっちが幸せになる、もう少し言うとオキシトシンっていう幸せホルモンが出るっての知られてて、例えばそのアフリカの部族とかに行くと大体こう歌って踊って迎えてくれるじゃないですか。あれなんていうか、ちょっとあれやんないと殺されちゃうんですよ。殺しちゃうんです相手を。で自分たちもハッピーになるし相手も幸せになるっていう、そのだから歌と踊りと酒は幸せを伝播させるための三種の神器なんですよこれ日本だとこれカラオケっていうのねあるんですけど、やっぱりそういう意味では G1 の夜のエンタメがすごい重要な歌があって、実際そうデータ見ても日本人が一番幸せだった時期ってカラオケが一番盛んだった時期なんですよ。カラオケが下がると幸せ度も下がってるんですね、はい、これ相関ですけどもなんかあるんだと思います。でもバブル時代は僕は毎晩のようにディスコ行ってましたけど、そうです絶対そうだと思います。カラオケ以外にこうディスコで遊ぶっていうのを結構踊ったりとかしながらお酒もあって楽しかったし、そうですね、そういうノリっていうことですね。バンドさんもうなずいてますがということですが僕はあと残り5分ですが、あと1問か2問ほどあれば、ね、じゃあ君島さん、はいはい、今のお話にもあったんですけども、幸せというのはその人と人のまさに間に起こるというか、一人一人の人だけに起こるんじゃないなというのをお二人のお話両方から感じたんですね。そこでさっきのお話のちょっと具体的なところをそれに関連してお二人にお伺いできればなと思ったんですが、まず人とその幸せウェルビーイングを上げていくために一つに信頼を交換する、信頼を醸成するのがいいというお話があって、で敬意を表されることがいいというお話があったと思うんですね。でこれは敬意を表されるだと自分でこう操作可能ではなくて、敬意を表するだと操作可能だなと思ったんですが、これはみんなに敬意をお互いに表し合いなさいなり、自分で誰かに敬意を表しなさいということを進めていれば、結果的にこう交換されてチームがなり集団がウェルビーイングが上がっていくというふうに考えたらいいのか、どういう操作変数だと捉えたらいいのかなというのをちょっと伺いたいなと思いました。矢野さんがおっしゃってたことにもですね、周りの人を幸せにする行動を取ると、その人自身というよりは集団のこう幸せの度合いというか体の動きが変わるというふうにおっしゃってたと思ったんですが、自分に戻ってくるということですね。そうすると、あ、自分に戻ってくるんですね。じゃああんまり一人単位でこう見るのではなくて、チーム単位で幸せの度合い、体の動き使い方が変わったということに着目していかなければいけないということなのか、すみません、もうお答えいただいたような気もするんですが、ぜひ教えてください。ですね、まあ、まずそのちょっとお答えする前に一つだけちょっと今日も言っとかないといけないなと思うのが、幸せって本当ね、文化差がものすごいあるんですよ。で例えば中東の人たちってフィアオブハピネスがあるって言われてるんですね。
ポジティブを感じることっていうのは神様に対して悪いことをしてるって感覚になるんですよ。逆にあの人たちは断食とかその苦しいことをすればするほど天国に向かってるからウェルビーイングって感じる人たちなんですよ。だから強いネガティブを感じるのが中東の人たちにとってのまあウェルビーイングなんですね。だからその例えばアメリカ人とかだったら強いポジティブ感情が好きだし、ヨーロッパの人たちはどちらかというと弱いポジティブ感情が好きとか、結構文化差がかなりあるんですね。だからちょっとどういう、ね、組織を運営されてるか分かんないですけども、そのまず文化差があるということで、敬意を持って表さ、なんか森さん、日本はどうなんですか、そういった日本は、弱いネガティブを幸せって感じるのが多い。例えばわびさびなんかそうです。わびさびとかその弱いネガティブになんか美しさとかジーンとくるものを見つけるっていう、桜咲くよりも桜散りかけるが好きなんですよ祭りのちょっと後とかあの弱いネガティブ好きです、日本人は。おしんとかのドラマが好き。あ、そう確かに中東で受けてますもんね、イランとかでね。そうああいうネガティブが好きな、だからそう面白いんですよ。単純なもう嬉しい楽しいみたいな感じは、まあもちろんこの年齢によるんですけどね、若い時はもうイエーイみたいなのがね、あの得意ですけど得意ですけどそこに座ってらっしゃるっていうのがありますと。で敬意はこれね、僕らがどうやって測定するかっていうと、職場でその一人の人間として尊重されてる気がしますかっていう聞き方するんですね。だから、まあ、これつまりその仕事上の役割とか責任をただ果たしてるだけだとなんか困って感じがするんですよ。もっとこう一人の人間として受け入れられてる感じがするか、それは仕事だけじゃなくてもっとプライベートとかいろんな側面でそのなんか受け入れられてるところだと思うんですけども、だからそうするためには仕事のみならず本当に一人の人間としてその人が前に進んでいけるようにいろんなサポートをするって、あの信頼を作るための3つの、ね、言葉かけっていうのがありましたけど、基本的にあれやっていただけるといいのかなと思います。残り1分、山田さん一言最後、皆さんに対してあれば、はい、あの今のちょっと付け加えますと、あの結構言語の中にあのその幸せにあたる言葉がいろんな埋め込まれてるっていうようなことを研究してる人がいて、で私もいろいろ最近少し調べ始めてるんですけど、あの例えばあのハピネスって言葉ドイツ語にはないらしいんですよそうなんですか、当たる言葉があんなに近い言語なのに。でグリュックって言うんですね、それ英語で言うとどっちかとラックに近い言葉で、ラックですもんね、ええ、で、そのまあ非常に違うドイツとあのイギリスでもですね。でさらに例えばあのフィンランド行くと指数っていう言葉がすごくあのこの幸せあるいはいい状態のいいあのことを意味してました。この指数っていうのはどっちかというと勇気だとか負けない強さとか、こういうことがあの人間の幸せの根幹にあるっていう風になってですね。で日本はどうかっていうと、幸せっていうのはいわゆる試合とか幸せるっていうあのお互いに合わせる、あれもともとそういう字なんですね。あれは後で今の幸せっていう字に当て字になってますけど、し合う、し合わせる、人と人がインターディペンデントにいい関係を持つっていうことを日本ではあのこのいい状態であると、幸せであると、まあこういう、まあもちろんその全体像が人間の幸せっていうことだと思うんですけど、まあ日本人は特にそこら辺を強調してるっていうことかなと思ってます、うん、なるほど。石川さんは大丈夫ですか。あ、じゃあちょっと、はい、1分だけ、このウェルビーイングっていうのは経営だけじゃなくてですね、やっぱその今後の時代のキーワードにあの特にそのポスト SDGs、 2030年以降の SDGs の重要なキーワードになってくるのでぜひ注目いただきたくて、これちょっと用意したんですけど、これ、まあ、なんで僕がウェルビーイングやってるかっていうと、2枚だけスライドを示したいんですけども、これまず平均寿命が人類全体でどう変わってきたかっていう図なんですけども、今現在でもう人類全体で72まで来てて、これ22世紀になる頃には少なくとも82と言われているので、もう寿命の長さっていう観点からはもう十分よくやってきたんですよ。でその寿命の質ですね、命の質、つまりウェルビーイングがどうかって見てみると、ちょっと待ってください。
これ有名な日本の研究なんですけども、戦後 GDP は右肩上がりで伸びたのに、そうウェルビーイングが全く変わってないっていう、まあ、この研究がある意味契機となって世界各地でウェルビーイング研究が始まったんですね。だから社会の進歩を表すほぼ全ての指標が伸びたのに、改善したのに、実感としての豊かさなりウェルビーイングを感じられてないっていう、ここが今予防医学のもう一番のフロンティア でここをどうしようかってことをまあやってるんですね。だからぜひ皆さんにもこういう現実があるんだってのは。これ1987年で終わってるんですけど、それから上がったりとかそういうことは、はい、このからあとは下がってます。下がってるんですか。はい。でもウェルビーイングの方法論が分かってくると逆に上がってくる可能性がありますよね、はい、そうです。それが組織的にそれが教育化されていくと、はい、そういう意味では逆に言えばウェルビーイングというものは組織的にそれを仕組み化していったりとか、会社の中で確かにね、今いろんな会社がその幸せハピネスをすごい考えて経営の中に取り入れていて、そうじゃないといい人入ってきてくれないから、オフィスの環境もすごくいいですし、それからまあ働き方改革、今日小室さんも来てますが、そういったこう働き方がすごく自由な方向に向かっているし、で常にこうその幸せを考えたいろんなパーティーやったりとか、いろんなその飲み会やったりとか、あるいは会社の中でねいろんなギャザリングとかいっぱいやってるから、結構いい方向に向かっていくんじゃないかというふうに思ってるんで、そのためにお二人 その研究が多くの人が知れば、はい、このグラフがギュッと右肩上がりになっていくんじゃないかというふうに思いますので、今日はですね、はい、お二方にまず拍手を送ってお会いしたいと思います、はいはい。